祇園神社は、岡山県倉敷市小島にある神社である。下津井祇園神社とも呼ばれる。須佐の命を主神に、木、稲田姫命、大ジャ生、長浜神、八社大明神、ことし主神を祀る。会場安全、薬病よけに霊源があると信仰される。境内から、瀬戸内海を望む祇園神社は、下津井の氏神、祇園んと呼ばれ、海に突き出た。 海抜22メートルの清山の上に祀られている。祇園宮と孔子の際、二つの連なった本殿となった。また、現在の参道は、幕末の文久三年に池田市によって寄進されたものである。かつて、両邸として繁栄した金八郎が隣に立っていたが、不審火により消失した。総建年は不祥であるが、境内地はもともと平安時代の頃に作られた旧。 長浜城市にあたり、室町時代に、城の鎮守、長浜宮として創建され、長浜大明神と称された。江戸時代後半頃に、祇園宮と合詞し、祇園神社となった。近代になり、明治3年12月、須佐の尾の神社と改称されたが、明治21年9月に再び、祇園神社となり、その後明治43年10月、八柱神社が合詞しされている。 この地は古来から数々の合戦の舞台になり、源平合戦の折には平家の一団が一の谷の戦いに備えるため本州に渡った後、残った四国の武将たちが源氏に寝返り、十数隻の兵戦で下津を沖に襲来。この時下津には平野利森、平道盛、平野の利常などが陣を張っていたため、簡単に撃退され四国に逃げ帰ったと言われている。 南北朝時代には、九州から闘神する途中の足利高氏が戦争あまりの軍船を率いて、この地に数日間滞在したことなどがある。境内を囲む車窓は、瀬戸内海の小高い岬にあるため海岸生植物が多く、貧長炭で知られる馬目菓子の巨木群で覆われているのが特徴である。また、温帯生植物のくすどいゲはこの地方では珍しく、 学術的にも貴重なものとされ、かつて社殿正面にあったしだれ桜も稀な桜とされていた。その他、自生、植栽を含め、約30種の樹種により、社装が成り立っていること等から、昭和56年に岡山県の郷土記念物に指定されている。議論文書はこの神社に関する江戸末期の記録が残され、倉敷市の重要文化財に指定されている。この中には、 当時の商法や、下杖の経済的繁栄を表す神社への寄進について記したものがある。また、備前藩主の魚座船、白王丸の模型は、文化8年に池田人志が、下杖の長浜宮、祇園宮の両者に寄進したもので、10分の1の、船体はすべて漆塗りで仕上げられ、ところどころに金箔が貼られ、飾り金具などの装飾も施されている。かつては、 零細の時に、だんじりに積んで引き回されたが、現在は神社の収蔵庫に保存されている。ありがとうございます。